な、俺初めて見る。あ、ちょっと離れてたもん。ああ、そうか。掘った時のために。うんうん、それが青コースのあれなんだ。一応このスタートと同じロンテッドのとこがついてるとこがゴールです。ああ、うん、そういうことね。あ、テープもついてるやつ。 そこで多分大会とかだと両手で持って2秒間ぐらい安定しないとダメっていう。あ、その最終地点のところを両手で持って2秒間ちゃんと、はい、取れましたっていうのが審判が OK するまでみたいな。こう、いやーって言ってタッチするだけじゃダメですよみたいな感じに。今度は何、黄色と見栄えのするときでいいよ。いけるかな。いや、助かるな。あ、そこらへんいいね、なんかね。で、赤？黄色？黄色で。うんうん。やばい、いけるか。きついな。この黄色は何？それはどっちだろう。こっからかな。あ、スタートが違うってこと？そうですね。ちょっとここごちゃごちゃってして分かりづらいですけど、おそらく別スタートなんですね。この紫は？これちょっと今割と難易度が高いの。でも7とか6なんですよ。ああ。でもここなかなか今毎回ちょっとずつやってるんですけど、登れないですね。この辺で落ちちゃいます。2、3手で。ああ。なんとなく言うあの紫というあの赤。そうそうそう。あそこ見栄えがいいから。あそこ行ければいいんですけどね。まあちょっとここは自分の中で課題で。うん。登りたいなっていう感じですか。やっぱりすごい体使うんだね。この反ってんのやっぱ疲れますね。あ、やっぱこう体重をもろにかかってくるんで。そうだよな、全体重は。でも結構最初の頃は腕だけでやってて、うんうん、もうパンパンになっちゃったのが、うん、やっぱこう足使いなって言われて、こう足で踏ん張んだよって言われて、うん、だいぶ2時間いても、うん、登れる。ただ握力の方がやっぱ今度は持たないですね、うん、だって下手したらなんか指一本とか引っ掛けてやると思う。もうだって本当プロの人はそんな感じですよ。ここ引っ掛かればここ持っちゃうみたいな。ああ、いいっすよね。昨日テレビであれだよね、
自然のほら普通の岩を登る人やつやね、結構やっぱここ来る人とかも外岩って、そうそう、うん、外行く人結構いるみたいですね。で別に大会で順位競って何になるって言ってやめて、その自然のクライミングに行ったっていう、うんうんうん、そう本当に好きなところ登りに行くみたいな、ね、何者にも変えがたい、うん、あれ制服感があるとか気持ちいいんでしょうね、きっとね。それは下にマットがないと怖いんでそうだよな、一応みんな持ってくらしいんですけど、持ち運び用のマットなんてそんなにこんなふかふかしてないし、だって昨日の人あれでなんかほら命こう打ち込んでつける、はいはいはい、あれでやってたよ、自分でこう、うん、打ってかけて打ってかけてで、だそれを瞬間に体重かかるんじゃん、それ抜けねえからなんかあれもだから何本か抜けるのはしょうがないぐらいの感覚みたいですよ、どっかで止まれば OK みたいなそれはちょっと俺も怖い、怖い、うん、怖くてできないですけど、マット取ったらまだね一番柔らかいなと分かる、うん、それがもう全部取れたらうわ死んじゃいます、ね、いや助かったわ、ありがとう、じゃあよセットしたって聞いてる、ああ そのね難易度があるやつ、こっちに壁が寝てるんですよね、これ、うんうん、行ってみます、ああ楽おお、やっぱり難しいんだ、その最初が難しい、最初からな、うん、おお、それでもいいんだ、これでタッチして、タッチすればここ別に、ああそう、うん、飛び降ります、うん、よいしょ、よいしょ、いや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 、安定してれば、うんうんうん、やっぱなんかあれだな、実際見てみると面白そうだね、そうですね、俺もあのオリンピック前に結構テレビで見てて、うん、でやっぱオリンピックとかでやっぱりでもやっとこがあんまり分かんなかったんですけど、うん、こんな近くにあるじゃんって、うんうん、子供は面白いよな多分これね、いや子供はすごいですよ、あの体験会行った時もスラスラスラ登っていっちゃうんですよ、うん、もう体が軽いからか分かんないですけど、うん、変にこう、だって言ってみれば子供にとっては遊びだもんね、そうそうそう、うん、きっとだからちっちゃい頃からやってるとうまくなんすよね、うん、遊び感覚で、うん、俺も腰が悪くなかったらやっぱりこっちの方が怪我しないらしいんですよね、うん、命綱で釣ってるんで、あ、うん、凝っても暗たまるんで、リードはやったことあるの？いや、あのここの講習とかその体験ではやらせてもらったんですけど、うん、あれはあれか、フィレもなんか取んなきゃな、あ、そうです、講習でだからここのはやらせてもらったんですけど、うん、ただあのトップロープだけにしてくださいねって、あの一番上から落ちてるロープ使ってやるのはいいけど、自分でこうかけながら行くやつ、あれはちょっと、あ、これはできないですね、あれもちゃんと講習受けてくださいって言われたんで、多分下から見てるとあれだけど、上に行くと怖いだろうね、十何メーターって、あ、一番この端っこを登らせてもらったんですけど、手離していいよって言われて、一番上に行ったら、怖くてすぐには離さないって、本当にいいんですかって
慣れてればヒューって。そうだよね、うん、そのための美麗なんだけども、でもやっぱり体重俺より軽いんじゃないかっていう人がこうやってるんで、大丈夫かなって思いながら浮き上がるんじゃないかとかよ、うん、そう、なるほど、最初はドキドキしました。よし、ありがとう。